メジャーリーグでは白熱する試合の中で審判や相手選手に対し怒りが爆発してしまうシーンも少なくありません。しかし時にはチームメイトへ不満を感じ、試合中にもかかわらずブチ切れてしまう選手も。普段は共に勝利を目指し、シーズンを通して優勝を目標に切磋琢磨するチームメイト。それなのになぜ仲間割れのようなことが起きてしまうのでしょうか。今回は敵ではなくチームメイトにブチ切れた怖すぎる選手を見ていきましょう。カイル・クリックバーサスフェリッペ・バスケス。2019年9月9日、ピッツバーグパイレーツでチームメイトのカイル・クリックとフェリッペ・バスケスがクラブハウス内で大喧嘩。事の発端はクラブハウスで曲をかけていたクリックに対し、バスケスが止めてほしいと言ったものの、クリックが拒否したことでした。そして言い合いを続けた末に殴り合いへと発展。なんともしょうもない理由で起きた乱闘の代償は大きく、クリックは右手人差し指を負傷し手術を受け、バスケスも鼻を6針縫うほどの大怪我を負いました。クリックは、自分を守るために殴り返さなければならなかった、怒ったことは不運だったよと、あくまで正当防衛だと話し、バスケスが先に手を出してきたことを主張。それでもクリックは反省し、このことには2人の敗者がいる、チームメイトとの喧嘩で勝者はいないと語っていました。とはいえ、シーズン中に起きたこの大喧嘩にパイレーツのニール・ハンティントン GM は、この2人の行為はメジャーリーグの選手としては許されないと苦言を呈し、クリックは2500ドル、バスケスは1万ドルの罰金が課されることに。熱くなるのは試合中だけにしてほしいですね。ジョナサン・パベルボン VS ブライス・ハーパー。2015年9月27日、試合中のベンチでワシントンナショナルズでチームメイトのジョナサン・パペルボンとブライス・ハーパーが激しい口論に。事の発端はレフトフライに打ち取られたハーパーの全力疾走しないタイマンプレーでした。ハーパーがベンチに戻るとパペルボンと激しい言い合いに。2人の口論は徐々にエスカレートし、ブチ切れたパペルボンはハーパーに飛びかかり、喉元を掴んで激しく揉み合います。すぐに他の選手たちによって引き離され、大事には至らなかったものの、チームの主砲と守護神の大喧嘩にベンチは大慌て。パペルボンが9回のマウンドに向かう際には、ファンから大ブーイングを受ける、なんとも後味の悪い出来事となりました。その後ベンチ裏で話し合って和解したというパペルボン。自分が悪かった。試合中にやるべきことではなかった。と深く反省するも、ナショナルズのマイク・リッツォ GM は今回の騒動についてあってはならないことと厳しいコメント。そしてパペルボンには無給での4試合出場停止処分が下されました。諦めない姿勢は感心しますが、暴力はダメですよね。ホセ・イグレシアス VS ジェームス・マケン。2015年8月7日、デトロイトタイガースでチームメイトのホセ・イグレシアスとジェームズ・マキャンは試合中のベンチで大喧嘩。事の発端は直前のイグレシアスの守備でのタイマンプレーでした。相手選手が放ったセンター前へのヒットにショートのイグレシアスは初めから諦め、打球を追おうとしなかったのです。そして攻撃終了後に両選手がベンチに戻ると、まずはマキャンが何かを言いながらグラウンドを指さしてイグレシアスに接近します。何を言われたのかは分かりませんが、これにブチ切れたイグレシアスはマキャンを両手で押し小競り合いに発展。慌ててチームメイトが間に入る事態となり、その様子はテレビカメラでもしっかりと捉えられていました。試合後の両選手は口を閉ざし、両選手の代わりに口を開いたのはオースマス監督。シーズン中ずっと行動を共にしていれば意見が合わないこともあるさ。あの小競り合いは兄弟喧嘩のようなものかよ。勝負の世界に身を置いていればあれは当然のこと。自分の現役時代にはしょっちゅうあったよ。と大きな問題とは考えていませんでした。とはいえ、一流のメジャーリーガーが喧嘩している様子をテレビで見たくはないですね。カルロス・シルバ VS アラミス・ラミレス。2011年3月2日、シカゴカブスでチームメイトのカルロス・シルバとアラミス・ラミレスは試合中のベンチで大喧嘩。事の発端はこの試合に先発したシルバの大乱調からでした。初回から先頭バッターをフォアボールで歩かせると、続く2番バッターにツーランホームランを浴びてしまいます。なんとか気持ちを切り替えて立て直したいシルバでしたが、さらに味方のエラーも重なり、この回だけでまさかの6失点。ベンチに戻ったシルバは不甲斐ないピッチングをした自分に怒っているのかと思いきや、その怒りの矛先はエラーをしたサードのラミレスに向けられてしまいます。シルバはラミレスにつかみかかり、ベンチは騒然。他のチームメイトは、誰もエラーしたいと思っている選手はいない、エラーして一番傷ついているのは選手自身とラミレスをかばっていたものの、チームはわずか3試合でエラー9個とピッチャー泣かせの試合展開が続いていました。さらに当時は試合終了後に26人の選手がそれぞれバラバラのタクシーに乗り込み帰るという不仲っぷり。選手同士の馴れ合いになるのは良くないですが、それでもチームとして見るべき方向は同じじゃないといけませんね。
ビリー・バトラー VS ダニー・バレンシア。2016年8月19日、バッティング練習前にオークランドアスレチックスでチームメイトのビリー・バトラーとダニー・バレンシアが取っ組み合いの大喧嘩。事の発端はまさかのスパイクでした。スポーツメーカー担当者と話しているバレンシアの元にやってきたバトラー。そんなバレンシアは契約メーカーに黙って他社のスパイクを履いていたことを指摘されます。そして担当者が去った後、2人は口論となり、ついには取っ組み合いの喧嘩を始め、この時のバレンシアのパンチがバトラーのこめかみに当たったといいます。バトラーはその日の打撃練習に参加したものの、翌日と翌々日は吐き気で試合を欠場。脳震盪の疑いにより7日間の故障者リスト入りとなりました。バレンシアによれば、喧嘩をして以降2人はまだ言葉を交わしていないといい、クラブハウス内で起きたことは門外不出と多くを語らずに事態は収束しました。そんな2人には球団から罰金が課せられたといいます。大柄なメジャーリーガーのパンチとなると相当痛かったでしょう。マニー・マチャド VS フェルナンド・タティス・ジュニア。2021年9月18日、試合中のベンチ内でサンディエゴパドレスでチームメイトのマニー・マチャドとフェルナンド・タティス・ジュニアが激しい口論に。事の発端はタティス・ジュニアが見逃し三振に倒れ、球審の判定を不服としたことでした。タティスはフルカウントから高めの直球を見逃して三振に。天を仰ぎ、首を振りながら納得のいかない様子でベンチに引き上げると、ヘルメットを叩きつけるなど怒りを爆発させます。これにマチャドが、君だけのことじゃないんだから、君がやるべきことは野球だろ、などと鬼の形相で厳しく注意。するとタティス・ジュニアも言い返し、激しい口論に発展しました。さらにこの2人の口論はボビー・ディッカーソンベンチコーチも関わっていたのです。ディッカーソンは妥協を許さないコーチとして知られ、マチャドよりも先にタティス・ジュニアに注意したといいます。ディッカーソンコーチからのお叱りを受け、さらにマチャドにも怒られたタティス・ジュニア。そんな2人から叱責されたタティス・ジュニアは、野球をする上で起きることの一部、特に選手たちが勝利のために頑張ってはいるものの、結果がついてこない時はこういうことも起きる、最終的には起きてよかったと思う、あのおかげで僕たちはさらに強くなれる、と振り返っていました。ブランドン・ハイドVS クリス・デイビス。2019年8月7日、試合中のベンチ内でボルティモア・オリオールズの監督でもあるブライトン・ハイドと選手のクリス・デイビスが激しい口論に。事の発端はこの試合8回ファーストでスタメン出場していたデイビスに代打が送られたことでした。打率1割台と打撃不振に苦しんでいたデイビスは3回の第1打席で空振り三振に。そしてデイビスに第2打席が回る5回、ハイド監督はデイビスに代打を送ります。すると代打を出されたことが気に入らなかったのか、デイビスはベンチで大激怒。ハイド監督と口論となり、ぶち切れながら監督につかみかかろうとします。チームメイトのマーク・トランボーらが監督へ向かうデイビスを食い止め、なんとか殴り合いにはならなかったものの、この場面は地元テレビの中継でしっかりと映し出されてしまいました。後日2人は監督室で1時間以上話し合い、デイビスに処分を与えないことを決定。無事に和解した2人でしたが、監督との口論となると今後の起用法にも影響が及びそうですね。ジョー・マクユーイング VS ランス・リン。2022年6月13日、シカゴホワイトソックスで三塁ベースコーチを務めるジョー・マクユーイングとピッチャーのランス・リンがベンチ内で激しい口論に。事の発端は内野の守備シフトをめぐる口論だったのではないかと言われています。この日がシーズン初登板だったリンは1回裏に2点を取られ、同点に追いつかれると2回裏の逆転を許すことに。そしてベンチに戻るとマクユーイングコーチと激しく言い争い、互いに両手を挙げ理解できないといった様子を見せていました。米メディアニューヨークポストによると、11日のレンジャーズ戦で5点のリードを守れず敗れた際には、スタンドからトニーをクビにとトニー・ラルーサ監督の解任を求める大合唱が起きる事態に。さらに9日のドジャース戦での采配も大きな批判を浴びており、チームの雰囲気は決していいとは言えない状態だったのです。そして激しく口論する2人を米メディアジョムボーイメディアのツイッターが公開。これには、このチームは下り坂をたどっている、何もうまくいっていない、ホワイトソックスは監督とコーチ陣に深刻な問題を抱えているように思える、トニー・ラルーサ監督をクビにしろ、など様々な厳しい意見が寄せられていました。今回は敵ではなくチームメイトにブチギレた怖すぎる選手を紹介しました。野球というスポーツはチームワークがとても重要であり、チーム全体が同じ方向を向く必要があります。どんな理由があってもチームメイト同士で喧嘩をしていてはとてもいいチーム作りはできませんよね。あなたの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。